さあ、ですね、今400ですね、いろいろ考えたんですが、確かにこちらの初回10回召喚もいいんですが、やっぱりなんやかんや言っても化けてしまうからね、キャラが。なのでこの漫画タイムキララキャラとおまけ付き10回召喚、最後の7ステップ目、これで星5チケットがゲットできます。行ってみましょう。さあ星4以上来るよ。お、そうだ、はじめちゃん、お、また星4だ。なぎ、A チャンネルなぎ。A チャンネル多いですね。ゆうこ。お、また星4来る。おお、みほだ。みほも。何回も出てますからね。チャンネル多いな。篠田はじめ、ナイトになったよ。ナイトって甲冑のイメージがあるけど、あれって結構重いんだよ。知ってた？さすがに私も全身鎧で動き回るのは辛いかも。次回も頑張ります。またいつでも来てくださいね。星5確定チケット。トールはレベル3に覚醒です。ミホも覚醒、レベル1になりました。星5覚醒チケットってでこれです。これが手に入ります。待望の星5キャラクター確定召喚、行きましょう。星5、何が星5来るか、新キャラか、それとも継続パワーアップキャラか、パワーアップになるキャラか。おお、すごい。これはひょっとするかもです。何？あ、頑張るゾイだ。鈴風青葉、初めてじゃないかな、星5は。ガオー、悪い子は食べちゃうぞー。で、これは魔法使いの練習をしてて。そもそも魔法って何ができるんでしょう。イラストからモンスターを召喚なんて。すごかったです。次回も頑張ります。チケット持ってたからね。ということで、星5キャラがようやく1体増えました。これが鈴風青葉です。何、これは何だろう。風属性の特大ダメージを全体に与える。これと組み合わせれば結構強いかもね。キララファンタジアです。よろ
ろしくお願いします。絵のことはお任せください。ってまだまだ新人なんですけどね。いいですね。はい、ということで楽しみな鈴風青葉をゲットすることができました。いやー嬉しいな。はい、というわけでキラーキャラットのガチャ7回引いて、星5の確定チケットを取って、この星5鈴風青葉をゲットいたしました。